皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原栄一とつゆこです。はい、今ね、ベビーやキッズの撮影をしてます。はい、いつもね、ベビーやキッズの撮影をしている千葉にいらっしゃるつゆこさんがブースにいらしたので、今日は健康とキナーブース、インタービーの健康とキナーブースで気になったものをつゆこさんに聞いてみたいと思います。何が気になりましたか？あっちにあるスマートフォンの感じだったレンズにつけるフィルターが気になりました。スマホのフィルターですね。そうですね、やっぱり一眼レフのカメラとかレンズとかあんまり一般の方は持ってないんですけど、スマホだったら皆さんね持ってますから、すごいなんかお手軽でいいなと思って気になりました。ではたくさん種類がある中でどれが気になったかをちょっと聞いてみましょう。末子さん、実はここは月にこのフィルターを借りて向こうでバブルを飛んでるところで撮影ができちゃうという、そういうコーナーになってるんですね。実際に使えるんですね。そうなんです。じゃあどれか好きなのを手に取ってみましょうか。はい、なんかこの線が入ってるのが気になりました。はい、これはね、なかなか面白いですよ。まずはじゃあセットしてみましょうか。はい、それはインカメラそうですね、アウトのここにつけて、はい、じゃあモデルさんが行き、はい、今のところまで行ってみましょう。さあどんな感じで、もうこのバブルな、あ、でもバブルは待ってないぞ。バブルは待ってないけどバブルな感じです。はい、はい、言うとね、係員の人がバブルを飛ばしてくれるというバブリーなブースでございまして、バブリー。そしてフィルターのエフェクト自体はこの青い線が入ってるんです。わかりますか？これでしょ？はい、ここですね。はい、そしてこれを先をくるくる回すと、おお、はい、ということで今バブルが舞っております。さあ撮りましょう。ちょっと、こちらのブースはですね、撮影自由でございます。あ、いいですね。SNS 等への投稿も大歓迎でございます。どうぞご覧ください。そうそう、撮ったらね、これ SNS でね、撮りましたっていうのをね、投稿しなきゃいけないの。はい、投稿します。どうぞ撮影していってください。で、モデルさんがね、羽田綾音さんという有名モデルさんですから、モデルさんの名前もよろしくお願いします。はい、なんかイルコさんの表紙だってさっき聞かれました。そうそうそう、そうなの、有名なの。うん、オレンジのやつですよね。そうです。私その本持っております。でね、このね、センスがね、センスのセンスがね、もう完全に昔のバブルな、なんだっけ、ジュリアナっぽい感じということらしいんですね。なるほど。ということで楽しんでいただきました。はい、ありがとうございます。ということで、インタービー2024の健康的なブースではここでね、いろんなフィルターが楽しめるという仕掛けでございました。はい、ということで、末子さんは今回はここだけの出演ということになっちゃいましたけども、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。